三振、最後は変化球でした。三球三振。三振。外のボールです。緩いボール、低め、手が出ませんでした。低めの変化球、手が出ました。三振。これでイニングまたいで、外いいボールでしたっていうのは難しいって話聞きますよね、はい、アウトコースのストレート、アウトコースいっぱい、三球三振です。ストレート2者連続三振。インコース、はい、空振り三振。見逃しの三振、見逃しの三振。アウトコースのストレート、11個目の三振です。膝元ストレート、少しで変化球キレがあります。三球三振、多彩なボール、外チェンジアップ三振です。空振り、やってくるかな、インサイド見逃し三振です。高め、空振り三振、112キロ7つ目。このチェンジアップ、やはりまだまだ追い込まれると厳しいことがあります。三振、これです、チェンジアップです。三振、145キロのストレート、三振、145キロ見逃し三振、三振、124キロの緩い変化球、まっすぐ来ました。積んだケーキの選手でした。これは鋭い変化でした。ボールです。そうです、こういうところでね、はい、三振取れるんですよね、はい、はい、これはバットを出しませんでした。見逃し三振です。これはきっちり投げました前田。前田の勝ち。これですね、力勝負でしたね。力、そして最後は三球で決着がつきました。最後は変化球、三球で終わらせました。そのボールが来ました、三振。今度はまっすぐ三振。低めに落ちる球、膝元まっすぐ、三振、三振、これもいいボール来ました。高島翔さんの解説をお聞きしています。これも低いボール、低めのボール、手が出ませんでした。三振、バットは回った、三振、すぐに来た、三振。今のボールですね。そうですね、はい。